カイル飛ばして全てが終わる日を心待ちにしたるような気分は何だろう。悪いことなのかそれともこれが普通なのか、一人じゃもうわからないよ、誰か教えてくれ。そしてまた大好きなあの人が僕へ行ってしまったよ。誰にも気づかれずに夢はあれから、どこへ行ったのか。この場所に確か昔あったはずさ、燃え上がるような愛だってあった。現在地球に最接近中の双子彗星、マヌケタ彗星です。これは三重県の天文マニア、マヌケタさんが最初に発見したことからこの名前がついたわけですが。のんきにテレビなんて見てる場合ではありませんわ。あ、あえたさん。このまま放っておいていいはずありませんわ。そうでしょう皆さん。何が？ありませんか、天智様とあの朔也って女との不純異性交友問題についてです。あの遊戯とかいう変な子供が攻めてきたおかげでのびのびになってしまいましたけど、今こそ真実を突き止めるのよ。どうやって突き止めるんですか？もちろん東京に行って天智様に直接お聞きするんです。また次元トンネルで押しかけるの？ああ、今次元トンネル壊れてるよ。直すの夕方までかかるからね。なんですって。ここは問題の責任者であるお父様にお金を出させて新幹線で。信行殿ならいないよ。何でして？今朝起きたらこんなものが。旅に出ます、探さないでください。信行。逃げましたわね。こうなったら和衆さん3秒で飛行メカを作って。悪いけど今はそんな気分じゃないんだ。調べたいこともあるしね。もう一度あの子とやり合う前に本欲の力を解明しないと。ワシュさん。あ、三星、パトロールの時間よ。やっぱり行くの？決まってるじゃない。私たちはギャラクシーポリスの刑事なのよ。キヨネさん。ごめんなさい、私たち仕事があるから。あ、待ってキヨネ。仕方ないですわリョウコさん、不本意ですが二人で。う、あー、リョウコさん。私も行かないよ。リョウコさん、私は。私は、天地を信じる。涼子さん！何よ涼子さんまで。こうなったら、どんなことをしてでも東京に！天地様のもとに！お金も乗り物もなしでどうやって行けばよいのでしょう。大丈夫？りょうちゃん。にゃう。あ、ささみ！今日はりょうちゃん調子悪いからダメだよ。そうですか。はあ。というわけで先日帰国された冒険家の猿本岩鉄さんですが、旅先でお金をなくされたそうですね、猿本さん。あの時は大変でした。ヒッチハイクの連続で何とかしのぎました。あの時ほど人の情けが身に染みたことはなかったです。ヒッチハイク、そうよヒッチハイクよ、これだわ。よし、この部屋で最後よ、リョウちゃん。ミャウ。ささみ行くわよ。どこへ？
いつを東京へ連れて行ってやろうかな。東京へ？なんで？これを見せてやるんだ。下手に小細工するよりも効果的にあいつらの心の絆を分断できる。この前の戦いのダメージがまだ残っているみたいだね。僕に任せて。ちょうどいいやつがこの星の近くまで来てるんだ。こいつを利用しよう。きっと楽しいよ。はーい。お姉さま、恥ずかしいよ。あ、来たわよ、ささみ。はーい。なになに？ヒッチハイク？そんなのやめて、俺たちといいところでいいことしようぜ。あ、プレモノ！あんな、助けて！はーい！すいません。はーい！ピッピンさんが手振っとるぞ。ああ、孫の嫁にはーい。重いな、あの手つき。あれじゃ誰も乗せてくれないよな。おばちゃん、もっと気合い入れなきゃダメだよ、気合い。この空気。お姉さま、やっぱり無茶だよ。岡山から東京までヒッチハイクで行くなんて。無茶なものですか。私の天地様に対する愛の力さえあれば、アメリカだろうが月だろうがどこへだって行けますわ。さすがに、ネバーギブアップよ。東京か。乗るかい？イエス！バッド、アイハブ、ノーマネ、オッケー？オッケー。サンキュー！イエー！なんで急に英語なの？行くよ！はい！天地様、待っていてください。今、アイカが参ります。これでよし。あれ？